三輪明宏バラ色の日曜日。皆様おはようございます。バラ色の日曜日が参りました。三輪明宏でございます。さて、ええー、何でもね、明日月曜日にですね。まあ、なんと久しぶりにね。水戸黄門が復活するそうでございますよ。えー、T. B. S. テレビでね、三年半ぶりでございますね。で、時代劇でおなじみのね。里見浩太朗さんが。 公文様をお勤めになります。で、水戸公文はね、そうですね、大昔ですね、ええ、1910年ぐらいからですからね、あの、無線映画の頃でないでしょうかね、映画で大人気でね、ええー、と、私、あの、映画館が隣だと思うんですから、よくいろんな映画を見ましたけれどもね、で、ちょっとだけね、時代劇についてお話しさせていただけるとね、 最近の時代劇はね、あの、テレビドラマでもね、あの、映画でもね、職人さんがね、皆さん亡くなってしまって、えぇ、ー、結髪さん、結髪というのは、つまりカツラのことですね。カツラとか、メイキャップとかね。で、あと、小道具さん、大道具さん、で、そして衣装さん。こういった人たちがね、まあ、とにかく、つって言えば、カーでね、 そのいろんなきたりからね、いろんなもの、あの、女の御天女中はこうだった。で、町娘はこうだった。で、一妻でね、仇の一妻はこういう風だと。長芝の色から柄からね、ああ、これはう、うたまろの時代で、これは天命瓶って言って、あの、ちょっとね、あの、揚げ瓶になってると。で、ここはこうしましょうと。 で、それで、大映映画のね、あの、長谷川一夫さんがね、あの、京町子さんなんかがね、あの、お出になってらしたけど、まあ、そのね、揚げ瓶の見事な、とにかく浮世絵よりね、映画の方が素敵でしたよ。で、そして、襟、もう、とにかく襟の合わせ方からね、その姿、そして、もう、はっかけからね、 何から、まあ、見事でしたね。で、そういったことはね、まあ、でも最近はね、時々ね、あいい頭がいい言えてるなと思う時もありますしね。若い人でもね、あの、そういう腕のある、審美眼のある人、よく研究してる人が、あの、お出になってるみたいですよ。でもね、やはりその約束事ですからね。やはり時代劇っていうのはね、あの、様式美ですからね。 もう、いかんな、クソリアルにやってもちっとも面白くないんですよ。だからよくテレビドラマでね、武将髭を早く、武将髭も結構ですけど、それが、どこかに風格とか様式美がないとね。うん。で、そしてね、最近の若い人は顔がちっちゃくてね、外人さんにね、ちょうどあの、いい着物を着せたみたいでね、手足がズンツルテンなんですよね。で、そして首が細くて腕が細くてね、 刀を持ったらね、刀の本身よりもね、腕の方が細いんじゃないかと思うくらいにね、竿だけみたいな手でしょ、首は細いしね。ですから、いやっとなんて言っても似合いませんしね。で、あの、いろいろと動きに制約がございますでしょ、時代劇というのはね。で、そういうものもご存知なし。で、セリフ回しがね、現代版のね、 あの、そうですかとか、なんとかうんだったら、そうでござるかとかね。そういう昔の武家言葉がね、話せない。また似合わない。で、低い言葉でね、太い声でね、お腹からドンと出すのは時代劇の発生なんですけどね。まあ、とにかく高い黄色い声でね、あの、セリフを言われると、これで侍っていう。本当になんだかね、情けないようなそういう時代劇を見せられて、 最近はがっかりしてますけどもまあ水戸鴻門はねあのさとみさんはじめねさとみさんがとってもうるさく注文出される、うん、と思いますんでね楽しみに、えー、拝見させていただきましょうねさてね今日は選挙年齢の、ね、引き下げについてお渡しさせていただきますけどね現在の20歳以上から18歳以上に引き下げとなります。 来年の夏の参院選から適用される見通しになっておりますけれどもね。で、新たにね、そうなりますと、240万人ぐらいがね、有権者の、まあ、有権者ですって、ちょうどそうですね、茨城県の人口ぐらいでしょうか。でね、今回、70年ぶりの引き下げになるんですね。と言いますのは終戦後でございましたけどもね、えー、戦争前まで、つまり1945年、 昭和20年前まではね、25歳の以上の人のね、男性のみだったんですね。で、そして、もちろん、あの女、男尊女卑の時代ですからね、女などにね、選挙を参加させてたメリカってんで、女性には投票権がなかったんですよ。これはアメリカの、ね、方の,あのアドバイスもあったらしいんですけど、そういった点でね、アメリカにもたまーに、たまーに、 いいことするんですね。で、今回の引き下げに思うことはね、まあ、若者の投票率はね、低いですし、ね、今でも低くございますでしょ。で、政治に大体興味を持たないんですね。まあ、学校でもね、政治を教えるべきですけども、まあ、18歳の若者にね、心がけてほしいということは、18歳という数には関係なく、 昔はね、16歳というと、元服と言いましてね、これで大人になったぞっていうしきたりがあったんですね。江戸時代から明治まではね。ですから、本来ならば16歳なんです。数えの16歳ですね。は大人だったんですよ。そこら辺を考えて、だんだんだ、ね、んチャイルディッシュで子供っぽくなって、幼くなってきたんですね。もう考え方から何から。それをもう一度大人になっていただきたいと思いますね。 でまた大人たちに心がけてほしいことはとにかく大人になりきれないで進化しないで子どもの頭子どもの心のまま子どもの性格のままでつまり生活様式も子どものままでそのまま年齢だけがねバレーを重ねてねただ数字だけがね30とか40になってる方こういった人たちに、ね、もう一度ね振り返って果たして自分がね 選挙していろいろ政治や何かをね運営するだけの大人になってるだろうかと常にね意識していただきたいと思いますね。もう国会の人たちはねもう何も言いたくありませんね。